その時もうやばかった、やばかった、もう人生のピーク。なんだ東京ポンプつまんねえなみたいなこと言ってたでしょ、おそらくね。今コンビ組みまして、はい、でコンビ組んで芸人になってですよね、はい、やっぱまあいろんな人に影響を受けたと思うんですけど、うん、誰なんでしょうか、はい、芸人になってですよね。これは、意外な、内村さん、うっちゃんが最初の、はい、俺は芸人になって、はい、最初にレギュラー番組を CBC でやるんですよ、はい、だから別にあのうっちゃんだけじゃなくてなんちゃんもなんですけど、うっちゃん、うん、なんちゃんと最初に、うん、もうテレビの場合は笑いの殿堂っていうフジテレビの深夜もうっちゃん、うん、なんちゃんと一緒、うんうん、で CBC のデイブレイクっていう深夜の帯番組があって、うん、それのうっちゃんなんちゃんの日にレギュラーになる、CBC ですよ、名古屋ですよ、名古屋、名古屋まで行って、各州で行ってました、日本 うちえうっちゃんなんちゃんさんは名古屋だけでレギュラーやってたんですか。 それはそうですね。でもまあうっちゃんなんちゃんが、うん、もうとんでもなくこう人気が上がってる時だから、上がってて、すごかった、すごかった、もう収録終わって外出るともう女の子ブワー、若いキラーみたいな。その時爆笑問題さんはもう全然まだまだ、俺らもその時に初めて俺らを知るわけですよ、その客が、うん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 、ね、でなんか東京から若手でちょっと暗めなやつらが来たっていう、でもうっちゃんなっちゃんバーってやるけど、うっちゃんなっちゃんもすぐ車でバーって行っちゃうでしょ、うんうん、でもうしょうがないから、まあ、うっちゃんなんちゃんの番組にコーナー持ってるやつらだからそこそこ人気あんだろうって感じで俺らもキャーって来るのよとりあえず行っとこうみたいな、そうそう、とりあえず行っとこうみたいな感じで、当時のうっちゃんなんちゃんとの番組が実はすごく多かった。あんまり印象ないでしょ、今爆笑問題とうっちゃんなんちゃん、特に今2024年現在なんか全く想像つかないです、はい、めったに会わないけどね。そうですよね、うん、まあ言ったら戦友、ちょっと先輩、もう先輩、年は実は一緒なんだけど、年一緒ですよね、還暦、うん、ぐらいの年ですよね。そう学年で言ったら同学年なんだけど、もう全然俺らが最初に出た時ラママに出るんだけど、その時のもう鳥で大人気だったのがうっちゃんなんじゃん。ああそうなんだ、だから3年ぐらい先輩になるわけですよね。そうだからそれこそお笑いしたたんのうっちゃんなんちゃん、まだ学生の頃のね、うん、見てましたからテレビ。あそうっすか、うん、もう青春コントみたいな、面白いし花もあるし、うん、そうこれはすごいこれから売れんだろうなと思って出るんだけど、ちょっとうっちゃんなんちゃんそんなにスタートダッシュうまくいかなかった実は。あそうすぐ行ったイメージありますけどね。すぐ行ってないんですよ。一応もうお笑いしたたんでバーってなんか、うん、行きましたよね、なってなんか深夜番組とかでバーってこう出たりなんかするんだけど、ちょっとそこで一旦あんまりだったんですよ。あそんな時期ありました。そう、うん、そういやうっちゃんなんちゃんあんま出ないなって思ってたら、うん、実はラママってとかで火がついてて、うんうん、でもその東京のライブシーンではすごい人気がもう高まってて、もう爆発寸前だ。スタタンの後ラママの方だったんですね。ラママはスタタンより後の。あ、そうなんですね。そうです。ラママからのスタタンじゃなかった。じゃないの、じゃないの。映画学校からのスタタンで。映画学校からのスタタン。で、そこからオールナイト富士の後に、うん、ラママで。ラママですよ。じゃあやっぱりリーダーがすごいんですね。やっぱり渡辺正行さんが出して、うん、もううわー人気出て。うん、でそれをじゃあなんかフジテレビの人とか見てて抜擢したみたいなことなんですか。うん、そうですね、長峰さんっていう。ああ長峰さん、今のラママの、はいはい、ラママ今もやってでしょ。それで、その長峰さんとリーダーとがやっぱうっちゃんなんちゃんスター性がすごいなっていうことになったんだろうね。それで立ち上げたのが笑いの殿堂っていう深夜番組、うん、フジテレビ、うんうんうん、不定期の深夜番組、うんうん、でその深夜番組で、うん、まあ若手のひょうきん族みたいな、うんうん、後にひょうきん族みたいな、要するにめちゃイケとかめちゃイケとかのもっと前ね、のそうああいう感じにしたかったんでしょうね。もうとにかく東西の若手のちょっと将来有望っぽいのをバーって集め出すんですよ、うんうんうん、でとにかくうっちゃんなんちゃん中心 で、そこに俺らはラママンにのコーラスラインっていうコーナーで1回だけ出て、でその時にまああれつまんないと途中手挙げて途中で終了するのを誰も手挙がらずに最後までコントね、当時、うんうん、あ当時コントでコントコーラスラインそう、うん、で初登場で誰も手挙がらずに最後までやりきってわーって大爆笑だ、うんうん、めちゃめちゃウケて、うんうん、それを見てた長峰さんが彼らいいんじゃないか、長峰さんだったんですね。で誘われるんですよ、うん、
だってラママのライブに一回出たら、バイト先にミニストップのバイト先に太田から電話かかってくるんですよ、うん、でもしもしって何って言ったら、バカ野郎すごいぞお前、お前電話かかってきたぞお前、まだ竹井さんだからやつバカ野郎すごいぞお前、え今でも電話かかってたお前お前どっからだと思う、なんでどっか電話かかってたの、フジテレビだよお前バカ野郎お前、フジテレビから電話かかってきたぞな、何が竹井さんの真似をする太田さんの真似だよ、そうそう何フジテレビですか、もう CX だからだお前藤っ子になっちゃうぞお前藤っ子になっちゃうぞみたいな、でなんとフジテレビのディレクターから電話かかってきて、今度深夜番組でうっちゃんなんちゃんを中心とした若手のお笑いの番組をやるんで、爆笑問題さん出てくれませんかってなって、でもなんかどうしていいかも分かんないじゃん、そんなそれでもめちゃくちゃ嬉しいですよね、すげえ嬉しかった、ひょうきん族のディレクターが、そうっすよね、みたいな、だってテレビ出たどころかライブ一回一つのネタやっただけだから、ね、生ままがいかにすごいライブだったのかっていうことですよね、当時はもう今みたいに各事務所のお笑いライブないからね、まあまあそうか、そうもうラママしかない、ラママしかないから若手の内村さんだけにしてる理由というのは、内村さんになんかこういうふうに言われたこととかってあったんですか、いや特に別にないですけどいやなんか分かりやすいからうっちゃんなんちゃんだとなんか2人になってブレるかなと思って、まあまあまあ、南原さん変えそうじゃないいや南原さんもお世話になったのよ、なんなら南原さんの方が誰が来ん誰が来んつって結構話しかけてくれたりしたんだけど別になんか先輩後輩っていう感じそんなに内村さんしないでしょ、未だに全然全然もう当時から田中くんと思ったから優しい、本当にいい人たちだから2人とも、2人ともねめちゃめちゃ優しい、うんうん、優しい、うん、で笑いの殿堂で出て、うん、そこからブレイクのきっかけにはなったんですよね、 そうでその笑いの殿堂に決まるのとほぼ同時に太田プロにもスカウトされてるんですよ、あそっか、そのそうフリーだったんですか、じゃあその時って笑いの殿堂の時って、そうフリー、一番最初、あそうだから、うん、厳密に言うともう出演するときには太田プロ所属にはなってたんだけど、はあ、同時期だった、おそらくもう本当同時期で、おそらくもう多分裏でそういう話にはなってたのかも分かんない、それは僕らは分かんないけど、はあ、すげえな、そうだって今漫才の勝ち抜きとか、うん、そういうことじゃない今度の1回のやつですもんね、そう1回ライブ、それがまた面白いですよね、そうなの、今じゃちょっと考えられない時代よ ね、 考えられないね、だって1個のネタだやっただけで太田プロにスカウトされて、うん、フジテレビの番組に出演依頼が来るなんて考えられない、骨も何もない、骨も何にもない、よっぽどなんか光るものが、まあその時だ、太田曰くその一番最初のラママでやったコントが人生で一番ウケたって、あれを未だに超えられないんだ、俺ラジオで聞きますよ誰も手挙げねえんだよとかってそれでじゃあ、まあ、売れっ子になります、はい、でも僕が大学生ぐらいの時にはもう爆笑問題さんはトップでしたし、うん、なんか笑いが一番とかもやってましたし、笑いが一番やってましたね、だから言ったらもう太田総理とか、うん、なんかああいう番組とかも、うんうん、もうだいぶ早かったじゃない、ないっていうか今考えたらもうだって2000年ぐらいの時には、はい、もうボキャブラがあったからね、90年代の後半ぐらい、あそっか、ボキャブラの人ってみんな若かったんですね、だからね、俺らとブーマーが一番上だった、それでもあんな上だったんですか、一番、そう、で僕らといわゆるクリームとかネプチューンとかが大体5歳下ぐらいなのよ、ブーマーと俺らが当時ね30歳ぐらいだったのかな、うん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 、でもそっか、まあ若手っちゃ若手ですよね、で20代の半ばぐらいがあのネプチューンだし、そっか、だからボキャブラに出て、うん、まあこんなこと言うのもあれですけど結構そのやっぱりあの中でも差がつき始めて、うん、爆笑さんがもう毎回優勝してってなってくると爆笑問題さんのもう冠番組増えて、そう、ね、また上っ子になっていくってことでしたよ ね、 ね、なんとかイメージはね、うん、そう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 、だから90年代の終わりぐらい、98年ぐらいにの4月にいっぱいレギュラーが始まるんですよ、いっぱいレギュラーが始まる、それは 何例えば何なんですか、 NHK の歌番組のポップジャムとか、ポップジャム98年なんだ、はい、馬なりくんっていうフジテレビの競馬番組とか、日テレでリーダーとやってる号外爆笑大問題っていう深夜番組とか、テレ東でも大爆笑問題っていうのとか、そういう割ともっと各局でレギュラーみたいなのが始まるんですよ、すげえ、それが33、4ぐらいですよね、そうですね、多分そういうことですよ、33ぐらい、
その時に誰か影響を受けた人っていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、いらっしゃいますか、売れっ子になって。その時、うん、その時ぐらいの一番ね忙しい冠番組いっぱいあるみたいな時代ですけどね。その時、うん、爆笑問題さんの誰なんだろう、難しいな、その頃ね、うん、もうだから普通にタモリさんとかそういうのじゃないとこがやっぱいいですよね。もう全然この予想外の答えというか、桑田佳祐さん、やっぱりお好きなのは、はい、もうもちろんラジオ聞いてて、好きはめちゃめちゃ好きで、サザンが大好きで、はい、太田も僕もね、でそのバーッとこう忙しくなって、うん、まあ、メジャーになってきた時に、はい、うん、ついにここまで来たかって思わせてくれたのが桑田さんなんですよ、うんうんうん、桑田さんとお笑い大好きで、うんうん、今来だしたお笑いとか、うんうん、すっごい敏感な人だ。見てるんですか？見てるんですよ。深夜番組とかも結構好きで、うんうん、なんと最初はねライナーノーツかな、なんかあの今までのアルバムをレコードだったのも全部 CD にして出すっていうのがあったらしくて、でそれのサザンのアルバムのライナーノーツをいろんなあの、うん、桑田さんが、まあ、指名でお願いしますっていうので、うん、で一つ人気者で行こうっていうアルバムがあって、うん、それのライナーノーツを太田に依頼が来たんですね、うんうんうん、要するにこのアルバムのおすすめポイントとかって書く人のことですよね、はい、ライナーノーツ、はい、で太田はそこでなんか漫才みたいな感じ、うん、まあ、ちょっと面白い感じのライブをなんか書いて、うんうん、それが縁で、うん、今度はサザン20周年のザ・ベスト10特別版っていう特番が TBS でやるんですよ、うんうん、はい、サザンオールスターズだ、まだ20周年だからね、うん、サザンが20周年で、その時に、うん、その特番に呼んでくれたんですよ、うんうん、その時出川さんも呼ばれてて、うん、いろんな菅志賀さんとかもミュージシャンで影響を受けた人とかそういう人も呼ばれて、うんうんうん、ザ・ベスト10のセット組んで、うん、あの時あんなにそうあんだけもうすんごいもう頭痛くなるほど集中して見たそのセット組まれて、久米さんと黒柳さんが司会でサザンオールスターズ20周年特番っていうのをやるんですよ。それでスタジオにはサザンが大好きな人たちっていう中の一組で俺ら呼んでもらって、その時にこれ誰のあれなのか分かんないですけど、サザンのメンバーが楽屋でくつろぐところに我々二人で行って、そこでなんかネタをやるっていうコーナーみたいのがあって、でそこでねそのサザン好きだからこそできるサザンのまあいろんなこうフリップのネタみたいなのをなんかやって、したらもうサザンのみんながすっげえ喜んでくれて笑ってくれて、そういうのがあって、うわよかったねって言ってたら、今度20周年の記念のライブ、渚園っていうところで静岡の浜名湖、そこでまあすごいもう何万人も当然集まるライブ、20周年記念ライブに呼んでくれた、出演者として歌は歌わないんだけど、うん、そこで漫才をあの VTR でやったり、うん、面白かったのがあれでっかいビジョンで映るじゃない、うん、サザンがこう歌ってるんですよ、はいはい、で歌ってるとそのでっかいビジョンにも当然その場では桑田さんとかが映ってるんだけども、はい、うん、途中から何も言わずにそれが同じ衣装を着た太田の桑田とキーボードを弾いてる田中の腹棒に変わってるっていう、シャレをシャレで、気づく人は気づくんだけど、うん、最初はもう普通に見ちゃうね、衣装も一緒だし、うんうんうん、途中からアハ体験みたいな、そうそうそう、爆笑問題に変わってるみたいな、そういうのをやってくれたりして、そこまでやってくれたんですか、やってくれたんです。で最後エンディングもこう呼んでくれて、うん、あのこうやるじゃないですか、うん、みんな手やる、うん、うん、こうのずっと爆笑問題よろしくなーって言ってくれて、マジでその時もうやばかったんだ、やばかった、もう人生のピーク未だにそれを超えたピークはない、もう人生ベスト10の流れから夢みたいな、夢みたいな話やっぱかっこいいですか、かっこいい、まあなんでかっこいいかっていうと、もう本当に優しくて気使って腰が低い、本当にそこがもう尊敬する。ご飯とかも行ったことあるんですか、あのこのそのライブの時の打ち上げ、まあ大々的な打ち上げはあるんですよ、立食パーティーみたいな、その時にこの後ちょっとさメンバーとかだけで少人数で店取ってか行こうよって誘ってくれて、でその時にまあ太田も当然来てるんだけど、太田はその時あの原稿の締め切り、そうでしょ真面目だなであったのと、あとなんか知んだけども興奮しすぎたのか顔中ボコボコになって、もう疲れ切っちゃったんでしょうね、疲れ切ってると免疫とかもなくなっちゃったんでしょうね、であいつね、あの
たまにエビアレルギーになるんですよ。疲れてて免疫力がこう低下してる時に多分立食パーティーでエビ汁食べちゃったんだよね。それで顔がボコボコになって、しかも原稿の締め切りがあるっていうんで、ホテルの部屋で俺行けねえよってなって、行きたかったでしょう ねお前行くのか、いやそれ俺は行くわっつって、そう呼ばれたし、当然っつって、はぁみたいな感じ。かわいそう。まあ行かない方がまたいいのかったかもしれない。いやだからそれもちょっとあるんです。神様ですからね、うん、食事するとそうなんか意外に、ね、そういう別にね、うん、プライベートで仲良くっていうのとも違うぐらいの人じゃないですか、うん、だからその時にまあ行って、飲み会みたいな感じで普通に行って、なんかこうプロボーラー目指してた話とかね、うんうんうん、いろいろ何回してくれましたよ、最後に、まあ、あの軽くですが現在ですかね、今現在現在現在もう本当短くていいので買っちゃうの、これはあの勝俣邦和さんじゃなくて、田中勝正君って僕 あの同級生、高校の時今現在田中勝正にハマってるんですか、うん、ハマってるというかどういうことですか、命綱みたいな人なんですよ、はい、あのかっちゃんって僕のイグサ高校の放送部の1個下の後輩なんですよ実は、うん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 、で当時から仲良くて、うんうん、で放送部とか、まあ、学校も卒業してからも、うんうんうん、まあ、先輩後輩ではあったけれども、うんうん、もう今や別にないじゃない、うんうんうん、でずっともう友達としてずっと定期的に会っているような人なんですけど、うんうんうん、このかっちゃんっていう人が、うんうん、そのすごい人 で1個下なんだけども、うん、とにかく当時からその放送機材とかミキシングとかがもう全部できる、うん、めちゃめちゃすごくて、うんうん、で家でもそういう機材を揃えていて、うん、子供の頃にラジオ番組にの投稿コーナーとかで、うんうんうん、面白 CM みたいのを作って優勝とかして、うんうん、めっちゃすごい人じゃないですか、すごい人だ、うん、高校時代もその CM コンテストみたいに勝手に出て賞取ったりとかするぐらいすごくて、センスもあるし、センスもあるし、ちゃんと作れるしみたいな、そう作れる、うんうん、でこのかっちゃんと俺は一緒にラジオ番組を作って遊んでたんですよ、ああ昔それがあの有名なウーチャカ大放送です、うん、ウーチャカ大放送、ね、ウーチャカ大放送、これは厳密に言うとその高校時代じゃなくて卒業して僕が浪人中から大学に入る頃、うん、その頃にかっちゃんの家で楽しそうっすね、 そうでそこに毎週集まって、うん、他 の、まあ、あの放送部の友達とかも集まって、うんうん、でみんなで番組みたいな、うん、もう誰に放送するわけでもないんだよ録音して、でそこもちゃんとそのいわゆるブリッジみたいなやつとか、うん、なんか使う CM とかも全部作るわけ、うんうんうん、それでやってた、へー、そのコーナーとか覚えてますか、ウーチャカ大放送、ウーチャカ大放送であったのは、うん、エスパー山崎の不思議な話コーナーっていうのがあって、架空の人ですか、いやあのいるんですよ、山崎っていうそのもう一人友達っていう、ね、うん、放送部だったね、うんうん、でその山木ってやつがいて、山木っていうのはそういうこう何つうの、うん、ムーみたいな世界で大好きなやつで、そういうののこう不思議な、なんか昔のちょっとこう本とかで、うん、話とかのあるじゃないですか、うんうん、でそういうのをこうちょっと放送ドラマ風に紹介するみたいな、うん、はいはい、それをエスパー山崎のってやって、ゲラゲラ笑いながらそんなやつ何が面白いんだか分かんないんだけど、まあ、でも完全ルーツそれですよね、はい、そう結局かっちゃんが、かっちゃんのその影響だから、そういうことをしたいと思って TBS ラジオでレギュラーをもう何十年もやってんです、でそういうことやってますもんね、そう今かっちゃんは何をされてるんですか、かっちゃんはもう悠々自適、もうだからもうすごい人で俺も理解ができないの、仕事を何やってるかなんていうか、うんうんうん、でも大学出て、うん、ですぐにあの超一流の誰もが知ってるような企業に就職して、ええ、でそこで就職して働いてたんだけど、もう数年で辞めて自分でなんか会社を立ち上げて、別に IT 社長みたいなああいうタイプじゃないんだけど、うん、もう分かんない、なんかそのコンピューターの専門家みたいな、そのセキュリティの専門家みたいになっちゃって、でそういう会社でもうその大手の企業から請け負って、そのセキュリティのコンピューターのどうのこうのシステムがどうのみたいなのをやって、天才なんですね、天才なの、うん、でそういうんですごい人になっちゃって、でもだからといってそのなんていうの、ホリエモンみたいな、うんうんうん、ああいう人ではないのはなんとなく分かる、うんうんうん、あの IT 社長みたいになって、うん、っていう感じのではないんですね、うん、何でも分かるの、その電気のこととか、うんうん、コンピューターのこととか、うんうん、で未だに俺はあの電気屋さんより先にカッチャに電話します、うん
家電が調子が悪いとか、まだ全然、俺のスマホとか、スマホとか変える時って大変じゃない、ありますあります、ああいうのも全部、母ちゃんごめんちょっとスマホ調子悪いから、うん、もうそろそろ、あ、じゃあ変えなきゃだねっつって、分かった、じゃあアップルの今一番新しい、なんとかが出たから あれを買って行くわっつって、うん、次の日には最新鋭の iPhone、なんとかを買ってうちに来てくれるわけですよ、かっちゃん、うん、かっちゃん、それで、で俺のスマホ並べて、でパソコンでどうので、うん、全部その移行とかも、うーわ、もう店行かなくていい、店行かなくて全部やってくれるもうかっちゃんないと俺生きていけない何でもそう、家族よりもやっぱかっちゃんがいないと、そうなのよ、でパスワードが分かんなくなって全然ログインできないんだよ、大丈夫ですか、あ、ちょっと待ってくださいっつって、それなんか本当に地面師の染谷翔太みたいな、いやもうだ本当何でも作れちゃう、そうだもう全部頑張れ、うちの財産全部持ってけよいやありがとうございました、はい、ちょっということでね、ちょっと今日はもうたっぷりお話を伺いまして、はい、田中さんの影響を受けた人5人、はい、影響を受けました、田中さんでした、はい、ありがとうございました。